小窓の金無罪は、静岡県袋石区農にある、総統宗の仏教人員。三号は一万松山。本尊は、聖観論。寺門は丸に三つ青いである。江戸時代には、東海大僧六として、三河国、東東海国、駿河国、伊豆国の総統寺人を支配下に収め、石造説と同等の権威を持った。遠州三山の一つ。室町時代初期。 王衛八年に、女中店、禅寺によって解散された。金無祭の第十一大重職船となり当然は、小僧時代に、臨在寺で、今川義元の人質となっていた、松平武千代の教育を受け持ったことがあった。後に、浜松上司となった家康はその時の恩を忘れず、休校を温めるために当前お嬢をお城に招いた。ところが、道中の疲れもあり、 当時を懐かしむ話をしている最中に、和尚は居眠りを始めてしまった。その様子を見た家エスは、和尚がを見ることは意のごとし、ゆえに安心して眠る。我その親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべしと言い,い、以来和尚が、かねむ和尚と呼ばれたことから、いつしか本来東洋圏であった寺の名も、かねむさいとなった。また、境内には、三方ヶ原の戦いで、 武田信玄の軍から逃れた家康が隠れたとされる洞窟が出世録のアザーナとして今も残されている。1873年、秋葉山の神仏分離に伴い三尺膨大権現が遷座され、非防災所の寺ともなった。修行道場として僧道を設置している。東側の丘陵には約10万平方メートルの金無ゆの園があり。 150種類200万本のユリが植えられている。また、初夏のボタンが美しい。ありがとうございます。